P-500 バザーリとは、ソビート連邦で開発された対艦ミサイル。また、発展型の P-1000 ルカンについても、本校で扱う。クラオインデックスとしては、P-500 は初期型が 4K77、後期型が 4K80、P-1000 は 3M70 とされた。また、西側諸国においては、 アメリカ国防総省識別番号としては SSN-12、NATO コードネームとしてはサンドボックスと呼ばれた。P-500 の模擬弾 P-500 の連装発射等1963年2月第52設計局は同設計局が開発した長射程対艦ミサイルである P-6-35 プログレスの後継となるミサイルの開発に着手し、 同年12月には早速原案が提出された。1969年からは、八海沿岸の根の草実験所で発射試験が開始され、1975年までに数十回にわたって試験が重ねられて、同年、海軍への引き渡しが開始された。基本的な部分は P-6 が踏襲されたが、飛翔速度、射程距離、弾頭威力の向上が図られている。 飛行パターンも同様であるが、低空飛行時の距離が伸び、また高度もさらに低くなった。ミサイルは通常、8発でロー軍を構成しており、発射時にリーダー弾が割り振られる。リーダー弾は比較的高い高度を飛翔して、パッシブセンサーで索敵し、低高度を飛翔する他のミサイルに対し、データリンクで目標情報を伝達することになっており、 これが撃墜された場合は順次に別のミサイルが交代する。空母機動部隊などを攻撃する際にはリーダー団により格闘裁弾が最も大きな目標にそれ以外のミサイルがその後衛艦に施行されることになっていた。艦上には衛星と艦との情報交換を含むコルベット情報処理装置及びアルゴン攻撃式装置が配されており攻撃計画の策定や 誘導情報の入力に用いられた。またその長射程を生かすため、つまいなす 95RTS 偵察機やレーダー基地をセンサーとした C4ISR システムであるウスペクが配備されており、後には偵察衛星を利用した 17K114 レゲンダも併用された。初の搭載例は675型潜水艦であり、 1976年から1984年にかけて同級のうち9隻がその運用に対応した 675MK 型として改装された。ただしこの時点では発射時には浮上しなければならなかったため戦術的な価値は高くなかった。その後、1143型重航空巡洋艦と1164型ミサイル巡洋艦にも配備され、 水上艦からも運用されるようになった。P-500 にはさらに性能向上の余地があると判断されたことから、1979年5月より、その発展型として P-1000、ブルカーンの開発が開始された。これは、主として、射程の延伸を重視したものであり、各部をチタン合金製として軽量化し、また発射ブースターの出力も増強された。これにより、 最大射程は 1000km まで延伸されたものの、既存の発射機では強化型ブースターの噴射に耐えられず破損する恐れが指摘されたことから、まず改良型団体に P-500 のブースターを組み合わせた P-1000 前進型が配備された後、順次に発射機を強化して正規の P-1000 に置き換えられることとなった。外見上 P-500 が玉隊中央部に、 左右分割型の空気取り入れ口を持つのに対し、P-1000 はショックコーンのついた一体型の空気取り入れ口を持つことで区別できる。1983年より、ネノクサ実験所で地上発射試験が開始され、同年12月には675型 K1 からの洋上発射試験が行われた。1985年6月までに行われた18回の 発射試験のうち10回で成功を記録し、1987年10月、海軍に正式に引き渡された。まず 675MK 型潜水艦3隻が PE-1000 対応回収を受け、675MKV 型となった。K1 例も同回収に着手したものの、予算不足から未成となった。水上艦では、まず、スラバ級巡洋艦3番艦。 バリアークが1989年の収益時から搭載し、それ以前に建造された艦についても、1番艦、モスクワは1998年、2番艦、マーシャル・ウスチーノフも1997年に P-1000 型に換装した。ソビエト連邦海軍、ロシア海軍、ありがとうございます。